ロベルト・カルロス・アボンダンシェリは、アルゼンチン・サンタフェ州出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。1996年までアルゼンチンの CA、ロサリオ・セントラールに所属していたが、同年にボカジュニアーズに移籍。はじめは、コロンビア代表のオスカル・コルドバの控えであったが、彼の移籍に伴い、正ゴールキーパーの座についた。 ボカでは、中心選手として、3度のコーバリベルタドーレスを獲得。2003年には、南米最優秀 GK にも選出されている。2006年の夏に、リーガエスパニョーラのヘタフェと契約し、初めて国外でプレーすることとなった。そして初年度の2006から07シーズンには、リーガ最小失点を記録し、サモラ賞を受賞した。ヘタフェでは、 アルゼンチン代表の若きオスカル・ウスタリと同僚であった。2009年1月23日、ボタジュニアーズに復帰した。2010年2月17日に、ブラジルの SC インテルナショナルに移籍。12月18日、アラブ首長国連邦で開かれたフ、FIFA フクラブワールドカップ2010の3位決定戦で、後半29分に途中交代で出場し、勝利に貢献。 この試合をもって現役を引退した。代表デビューは2004年6月6日に行われたパラグアイ戦。クラブ、そして代表での実績が認められ、2006FIFA ワールドカップではアルゼンチン代表の聖 GK として前後試合に出場した。準々決勝のドイツ戦ではミロスラフクローゼと接触して負傷し、控え GK のレオフランコと交代した。チームは PK 戦の末破れた。ありがとうございます。